ははい皆さんこんこにちは経営コンンサルタントの中野です今回もね2017年の出来事から2018年を予想するっていう話をねしていきたいと思います今回は13位の量子コンピューターの話ですねあの量子コンピューターもねいよいよ実用化段階に入ってですねアメリカのベンチャー企業がですねあのまあある特殊な業務を行うだけまあ一個だけのね 業務を行うっていうい、まあ、汎用コンピューータじゃなくて専用コンピューータですね専用量子コンピューターっていうのを開発し,して、えーまあ、常にねあの液体窒素でへ冷却しとかないといけないんだけども CPU とかをねでもそれで,それでも結構動くらしいですよ量子コンピューターとしてねそれでアメリカ政府とか NASA とか Google が購入したらしいですよね まあ1台 10, 10億円ぐらい。まあ、安いって言えば安いしね。買って、あの検証してるみたいですね。まあある、だから、まああの CPU 自体がさ、もうある特殊な処理しかできないようになっちゃってるんだけど、まあそういう、一応できたことはできたみたいですね。で、一応使,使えるみたいですね。で、まあ今のね、まあ今のさ、あのフォン・ノイマン型のさ、 あの0と1で動くね二進数の今のフォン・フォノイマン型コンピューターって言うんですよ今の今の今のやつはあのここのさ iPhone にも乗っかってるし Windows の東芝のねデスクトップ、まあ、ノートパソコンにも乗っかってる今のイン,テルがインテルとかがさ作ってる CPU っていうのはフォン・ノイマン型コンピューターって言って0と1の電気信号でのやり取りしかやってないわけですよ。 それがさあのー、量子コンピューターっていうのはさ量,量子だからあのシュレリンガーの波動方程式で波動方程式だからそのなんていうの0と1だけじゃないんですよね。まあ無限のさ0 1 2 3 4 5 6, 6 8 9 1 1 1二十3 1四ってさ無限のああのー、せあの数があるわけですよね。まあ無限っつっても256とかまあ1万とか2万ぐらいだったんでしょうけどね制限してね。で あの、一瞬でさ、あの、たくさんの計算をあっという間にできるわけですよねで。0と1だとさ、0と1の組み合わせをさ、ガチャ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 何回も何回も計算していって、ようやくパッってって計算出るんだけども、あの、量子コンピューターっていうのはさ、たくさんの計算をさ、一瞬でパーンってできるわけですよね。<coughs> あの、量子、量子の力を使うから、ありとあらゆるさ、あの、可能性の、 状態をさ、いっぺんにこう用意しておくことができるわけですよね。量子コンピューターっていうのは。それで、まあ、パンって入れると、パッってあっという間に計算。何回も何回もさ、行数を重ねて、ゼロと一のね、二進数け、二進数の C. P. U. だと。今、ほんのり万型コンピューターって二進数だからね。でも、量子コンピューターっていうのは、一万進数とかさ、百万、一億進数みたいなもんなんですよね。今、一億ビットをさ、一瞬にして計算することができる。 そういうものなんですよね。まあ、今の CPU ってのは三十二ビットとか六十四ビットの CPU だから、あの六十四ビットゼロと一ですよね。六十四ビットを一遍にゴーンゴーンゴーンと計算していくでしょ。昔はさ三三十二十六ビットとか、昔八ビット CPU でしたからね、はい。ベーシックとかの八ビ,ビットコンピューターだと。 いっぺんに計算できるのは8ビットだけなんですよ。0と1の組み合わせが8桁だけなんですよ。それを何回も何回も組み合わせるんだけど、今は64でさ、葉っぱ61でしょ。だから書類、計算処理が8倍速くなったわけですよね。その他にいろんな素子も速くなってるから、通信速度とかね。だから、あの実際的には1万倍ぐらい速くなってるんだけど、現実問題はね、1万倍ぐらい速くなってるんですけど、 あの量子コンピューターってねもっと早いんですよね。1億倍ぐらい早くな,なるんですよね。で、そういうことで、まあ今はさ、ハードウェアの専用 CPU って特殊な処理しかできないんだけど、まあこれからはさ、あのソフトウェアもね、あの、書き込んで、ありとあらゆる汎用し、汎用コンピューター、汎用量子コンピューターに変わってくるんじゃないかなとは思ってます。その時にね、ちょっと考えなくちゃいけないのは、うん あのプログラム言語ってどういう風に作るのかなって感じですよね。まあ言語自体は今と同じように C 言語とかねまあ高級言語で C プラとかねまあ,あのウェブ関係でもいいですよ作ると思うんですけどコンパイラーだよねコンパイラーをどうやって作るかが問題になってくるかなと思いますがはいプログラム言語自体はちょっと特殊性は出てくると思うんですけどね。 だから今プログラム得意だっていう20歳代30歳代の人も、まあ、全く違う全く別世界の考え方のプロ,プログラミング言語がまた出てくると思うんですよそういう時に多分あの頭の回転がねうまくいかなくて若い人に負けちゃうかもしれないですねそういう意味ではさあの1位に挙げたねビットコインなんかっていうのもその ビットコインって誰でも発行できるわけですよ。でまあほらあの芸能人のね g a ガ,ガクトさんもあの自分専用のビットコイン作ったわけじゃないですか。でビットコインさんビジネスに、えー、進出するしますとかいう大企業も結構名乗り上げ,名乗り上げてるよね金融機関だけじゃなくてさ、まあ、ビットコインそのものもさ自分たちの会社で作ってね まあ、まるででポイントカードみたいな感じですよ楽天ポイントカードとかさ T ポイントカードみたいな感じで T ポイントとかさ楽天ポイントとかってのと追加ポイントと一緒でさあのビットコインもさポイントみたいな感じであの自分の企業グループでしか使えないとか、まあ、一応交換あの、ね、取引所行けばビットコインとか円とかドルとかと交換できる。 まあ、いわゆるそのポイントがねその仮想通貨に変わるって可能性は非常にあるよね <coughs> 今はさそのポイントを、えー、リアルマネーに変えることはできないじゃないですかできないよね <coughs> 商品券とかには変えられるかもしれないけど <coughs> 結果的に金券ショップ行けばか現金には変えられると思うんだけどあのー、仮想通貨自体にしてしまえばポイントをねポイント T ポイントを仮想通貨にしてしまえばさ、あのー ネット上でさ円にとかドルに変えられるからそっちの方が便利なんじゃないかなと思いますねまあその時にさじゃあビットコインいやうちねビットコインビジネスに参入したいんだけどっていうコンサルティングはすごい流行ると思いますよっていうかもう実際流行ってると思いますよビットコインコンサルティングっていうのが多分今あってまあ一部の人しかできないと思うんだけどいやビットコインうちのね T ポイントカードグループで T ポイントを そのまま T ポイントビットコインっていうのに乗り換えたいんだけどどうすればいいとかまあ逆にその,あのビットコインあビットコインじゃなくて仮想通貨ねごめんごめん仮想通貨 <laughs>、まあ、T ポイントっていう仮想通貨を作りたいんだけどとかさそういうコンサルティングは流行ると思うし <coughs> まあマイニングビジネスそのマイニングだけやりたいんだけどそれで稼ぎたいんだけどっていうビジネスも、まあ、流行ると思いますね、うん、とかさ その人工知能。人工知能で今やってるそのうちのコールセンターを全部人工知能に変えたいんだけど、まあどうすればいいかっていうね。人工知能ビジネス。で人工知能でシステム開発してくれっていう、まあ依頼も結構いっぱい今来てるよね。で人工知能もさ、今無料でサーバー使うことできるよね。IBM とかさ、Google とかのね。まあそれもビジネスで使っていくと今度有料になってくると思うんだけど、 まるでさインターネットの時代と一緒でねレンタルサーバーウェブのさレンタルサーバーが最初は1月1万円とか高かったけどまあ今やもう無料のとこもあるしさ500円とかね使用容量によって違うけども500円とか1月1000円とかって感じだと一緒で <laughs> AI のさ人工知能の,あの人工知能もうそ,のそのものの を買ってもいいしさソフトウェア買ってもいいし、まあ、あのクラウドサービスとして使ってもいいよねでクラウドサービスとして1月1000円で使えるよとでその、まあ、クラウドサービスクラウドサーバー AI のクラウドサーバーを借りてお客さんのために借りてでそれで、まあ、お客さんのやりたい、まあ、コールセンタービジネスあコールセンター業務を、まあ、AI に取り込んでいってそれであのシステム接続するとか、ね、電話システム接続するとか まあ、あのメールを自動で応答するとかね、まあ、いろいろありますよね、まあ、そこら辺の,あの AI との接続のためのプログラム開発とかビットコインの,、えー、あのビットコインのシステム開発とか、ね、あビットコインとか仮想通貨を作るシステム開発とかまあ,あの量子コンピューター関係の、えー、システム開発っていうのはこれから流行ってくると思います、まあ、その時にやっぱり頭 の回転頭の切り替えがねなななかなかでできないと思うんですよ僕もできないしあの勉強するのめんどくせえなと思っちゃうわけじゃないですか、まあ、そういう人たちは多分乗り遅れちゃうえあの人工治療なんてもう5年とか10年前から言われてるからね、まあ、現実にさ使えるよねって言われてるのはもう言われ始めたのは5年前だか,だから今からやっても遅いけどでも今遅いけどやんないと。 完全にもうお前だねってなっちゃうから。あの、まあ <coughs>、仮想通貨もそうだよね。仮想通貨もどういうさ、技術でできてるのか、チェーン、ブロックチェーンとかね、まあ他の技術もあるから、そういうものを勉強しながら、まあ新しくさ、いろんな企業が自分の企業グループの仮想通貨発行したいんだけどどうすればいいって、それをあの上場させたいんだけどどうすればいいとかね、いろいろコンサルティングの仕事はいっぱい出てくると思います。 <coughs> あともちろんその量子コンピューターですよね量子コンピューターもまあ実際のアメリカのね三ノ瀬のシリコンバレー行ってまあ,あの汎用量子コンピューターとかの開発っていうのも進んでると思いますからそういうものをその日本のね総販売代理店になるとかいろいろしてですねとかもうその汎用,汎用量子コンピューターのソフトウェア開発はうちやってますよっつったら。 今日本でやってるとこないと思うから今からやればもうトップ取れるよ業界のトップ取れるまあビットコインコンサルティングもまだあんまりないと思うからビットコインコンサルティングで検索かけてもさ出てこないと思うんだよねまだねうんもちろん人工知能コンサルティングも少ないと思うからここら辺は出てくるかなと思いますねで最後に14位電気自動車自動運転まあこれ AI まあ人工知能を含めた電気 えー、自動運転ですよね、まあ、自動運転技術はベンチャー企業とか素人にはできないですよも,ものすごいお金かかるし <coughs> あのもう30年ぐらい前から開発してますからね三菱電機なんかもね僕が入社したのが1993年でしたけどその時から自動運転技術開発してましたよ、うん、白線ドルの,のね両側の白線とかさ点線白線とかをカメラで認識して えー、そ,れそこをねはみ出さないように自動運転させるっていう研究はずっとやって,やってたもん僕入社の時見たもんそれうんだからもう30年うん ?25 年ぐらい前かで大,大きな資本金が必要になってくるのであの電気自動車なんていうのもさものすごいお金必要でしょでしかももう遅いよね うん、テスラモーターってアメリカのベンチャー企業がやってたけどあれはもう15年ぐらい前からやってるんでしょ10 15年とか20年前からやってるんでしょでようやく日の目を浴びてさあのテスラモーターの社長なんかも最後金がなくなっちゃってさ友達からお金借りて自分の家の家賃払ったりしてたもんねまあそれはダイソンの,あの社長も一緒だよねダイソンっていう掃除機作った社長も あのまあね掃除機がさ掃除機日本の掃除機も含めて世界の掃除機っていうのはそのフィルターにかけたりさあの紙袋のさこう空気が通る袋に、ね、ゴミ入れてそれで捨ててたんですよ。なんて原始的 <laughs> ちょっと前まで原超原始的だったのが、まあ、2000年ぐらいにダイソンっていうさイギリスだったっけど、まあ、ヨーロッパの方の,、まあ、あの科学者 まあ博士がそういうそのロ,ータロータリーエンジンじゃなくてさこのこの空気をさ回転させて空気とゴミを分離させるっていうさテクノあの技術をの特許を取ってさその研究開発やってたんだけどもうまあ自分のお金とかね親戚からお金借りたりしてやってたんだけど銀行からお金借りたりしてもうお金が尽きてなくなっちゃってさまあ貧乏生活してその日。 の食べる食事にも事書いてねまあどうにもならなかったんですよね借金がいっぱい溜まっちゃってダイソンっていう社長さんですよね名前はねそれでしょうがないからもうその <coughs> サイクロンだよねサイクロン技術でその掃除機で吸い取ったごあの空気とゴミを分離してそれでそのゴミ袋 <laughs> に、ね、つ詰めて空気だけ抜いてたっていうさ全世界の掃除機があったじゃんすごい原始的な掃除機でその紙袋買ってきたわけですよわざわざスーパーとか松本清とかからね買ってきてパカッてはめてさブーってやってさいやね空気汚えじゃんかやってやってたんだけどまあでも掃除機ってこんなもんだし誰も疑わなかったんですよね特に日本の電機メーカーなんていうのは。 もう本当にそういう軽量化とかさタイヤを丸くし大きくしてコロ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 させたりねあの壁に引っかかんないようにしたりしかなかったわけですよね。それをその、まあ、だからいわゆる革革命命だよねあ産業革命ですよねね掃除機の、ねうん、でそれで、あのー、サイクロン技術でねそのフィルターとかさ紙袋とかいらない。 掃除機器をそのダイソンさんが開発したわけですよで特許も取ってでいろんな電機メーカーとかさヨーロッパだったらシーメンスとかさフィリップスとかねあの、まあ、日本の電機メーカーにも売り込んだと思うんだけど特許とかを全然相手にもしてくれなかったとそれでまあ特許売ろうとしたけども売れないとまあ特許売りたくなかったんだよ。ででもお金がななくて生活できかかったから 特許を売りに行ったんだけど売れなくてバカにされて帰ってきて <laughs> でしょうがないからまあ多分親戚とかね友達からまたお金借りたんだと思うんですよねそれで自分で、まあ、試作機作ってでここまでできたからっつって、まあ、また投資会社作って投資集めてねで商品作ったらもう大ブレイク大ブレイクでむちゃくちゃ売れた全世界ででたらめに売れて。 それで一気に吹き返したんだよねテスラモーターの人ももう全然ダメで,、うん、で途中でやっぱりその流れがさ世界の流れが地球温暖化っていうことでもうガソリン使うのやめようと電気にしようって流れが変わってきたんだよね。それで巨額な資本あの投資が集まるようになってでかあの電気自動車の完成品ができてでそれ販売して。 でたくさん売れるようになってそれであの息吹き返したんですよねテスラモーターもねあとさうちにもあるけどあの掃除機ロボットってこう丸くてさあ,のあるじゃないですかうちもさ7万円ぐらいで買って家であるんだけどあれすごくいいよね <coughs> あれはあのダイソンのサイクロンとかって使ってないでさただゴミ集めてさ あのちっちゃい箱にさポコンって入ってるだけなんだけどゴミがねあれもね最初全然売れなかったですよ2000年当時ぐらいに出たんだよねで日本にも上陸したんだけどやっぱり最初に78万円台だったから高かったからもう全然売れないかったですねでテレビショッピングとか一生懸命やってたんだけどみんなやっぱり全然売れなくて、まあ、あんなの本当に使えるのとかさ いいろろやってたんだよね問題があってさ使えなくてでちょっと安いのを出したんだよねやっぱり3万円台とか4万円台の出したらもうバカ売れもう、うん、バカ売れしてうんでうちもじゃあ買おうかってことになって34万のにしようかなと思ったんだけどやっぱり機能的には78万の一番上のやつがいいわけですよで一番いいやつ買っちゃいましたけどね <laughs> やっぱ便利ですよそのオートタイマーでさあの 曜日とか時刻とか設定できてで勝手に掃除してくれてさ、まあ、床に何も置かないことが条件なんだけどね、うん、なんか洋服とか脱ぎ捨てておくと絡まっちゃうからさで床はき何も大きいものは置いとかなければ埃とかさあの食べ物とか小さいゴミだったら全部取ってくれるからそれで自動でさあの電池がなくなったら自動でまた戻戻って充電してるから可愛い,いですよね見てるとねすごく可愛い,いです。 でたまにあのもっとも帰れなくなっちゃってさ玄関先でさ息絶えてる時とかあるけどさそれもそれでかわいいよねうん。でそういうまあいわゆるロボットだよね俺もねでなんか自分がその何掃除して掃除したところはもう掃除して,してるみたいで人工知能までは入ってないんだろうけど一応プログラムとしてはまあ 頭いいプログラムが入ってるって感じかな。<coughs> ロボットって感じですかね。で、まあ、最後にここに15位としては、やっぱロボット関係。まあ、人型ロボットかな。ロボット書いたっけ書いてないよね。ロボット。まあ、最後、最後っていうかさ、まあ、最後っていうより、キーワードとしてはさ、もう山ほどあるわけですよ。喋りたいことは。 ただ、まあ、一応ね年末とし年末として、まあ、あの総決算としてねちょっと喋りたいのはあとは最後15位としてロボットかなと思いますね。でまあ人型ロボットも含めてあとは、まあ、ロボットっつったらさ、あのー、日本はさそのホンダ自動車が作ってる,、えー、ある歩くねかわいいロボットをす,す,あのすごいすごいって言ってたけど、まあ、おすごくないんだよね実はね。 でアメリカの、まあ、YouTube でも見ましたけど爆点してるんだよねもうね人型二足歩行の人型ロボットがさ爆転とかもできるようになっちゃったんだよね。うんうん、もちろんその飛んだり跳ねたりなんかも余裕でできるようになるしなできてるしあのまあ何て言うのかこう,う馬型ロボットみたいな4本足のロボットなんていうのは重い荷物も持てるしさ今軍用アメリカの 軍用機という軍事ロボットとして使ってるみたいねあの爆弾運運んんだだりりさ重たたいいもの運んだりしてるみたいですよでしかもなんかもう人工知能が乗ってるから本当の馬とかさ牛みたいにさあの倒れないんだよね倒蹴飛ばしてもね犬とか馬とかのようにさあの倒れないように頑張ったりしちゃってさ本当生きてんじゃねえかっていうぐらいの勢いなんですよね。 で人型ロボットなんかももう本当にもう高性能にできてるしまああの足をさあの車輪に変えたロボットなんかもあるんですよであの垂直に立ってるわけですよ本当にねあの「ターミネーター」の映画見てるような感じですよほんと怖いですよ二足歩行でさ歩ったり走ったりするより足がタイヤになってた方が速いじゃないですか泥棒を追いかけたり。 はい、あの戦地で敵を追いかけたりするの早いじゃないですかそれであの機関銃とかが装備されてたらもうみんな死んじゃいますよあんなおっかないで、まあ、YouTube に載ってるのね見ましたけどほんで <coughs> ソフトバンクがさ世界中のロボットベンチャー企業とかロボット開発会社をに資本金を出しててさ何億とか何十,十億円単位で。 とか100億とか出してるみたいで、世界中のロボットをソフトバンクグループに今入れて入れちゃってるんですよね。で、ロボットはハードウェアでしょ。ただ、ハードウェアがきちんとなってないと、そこにどんなに優秀な人工知能をね。搭載して量子コンピューターでね。搭載してもあのあ歩いたりさ、さ駆け足したりさ。さあの手動いたりしなきしないとあのただのダメになっちゃうんですよね。 頭でっかちになっちゃうんですよねだから今まではコンピューターとかスマートフォンでさ画面の中の世界では、まあ、むちゃくちゃ優秀でさ、まあ、いろんなことを喋ったら返してきたりねあの映像を出したりさ音楽流したりいろんなことができるんだけどこれからはようやくロボットなんですよね。で人まるで人のように階段とかも自由自在に登るしねジャンプもするし駆け足したりさあの荷物なんかも持って運べるし。 もうまるで人間なんですよね。ようやくでき,できたんだよね。でそれに人工知能まあ今もう既にある知能人工知能を載せると本当に人のように動きますね。であのでにねあの倉庫とかさ、まあ、荷物の仕分けとかはさもうロボットがやってたりするわけですよ。ロボットの方が正確だからね。バーコーコドとかを 目で読みながらさこ,うこれはこっちだこっちの棚だとかこっちの箱だとかさこっちのパレットだとかね運んだり、うん、もちろんさそのもう自動仕分けっつってその人型ロボットじゃないロボットもどんどんやってますからねそういう意味ではその本当に「ターミネーター」<laughs> いや YouTube 見ていただければわかるんですけど「ターミネーター」ですよねうん。うん ターミネー本当の映画に出てくるターミネーターができちゃったかなと思いますだからあそこにねあのそ,のそのロボットに、えー、機関銃を持たせてそれであの人工知能にさあの敵国の人間を殺す敵国の兵士を殺せというふうに、まあ、インプットしたらさ本当に本物のターミネーターソルジャーロボット兵士になっちゃうわけですよ。 でロボット兵士を大量生産すればさあの人を死ななくて済むからね。でしかもさ戦車とかあの戦闘機とかさ軍用機とかさ、まあ、戦車とか、まあ、戦闘機の運転手パイロットも、まあ、ロボット AI ロボットにしてしまえば、まあ、ロボットが操縦しなくてもいいんですよ。中の,あのしコンピュータータに AI 乗せちゃえばもう人間いられなくなるじゃないですかでまあ今は情報戦争って言ってさ、まあ、ハッキングによる戦争をやってるわけですよねでただやっぱり現実的にはぶっ壊せないから実力行使ということでさミサイルぶち込んだりなんかするわけだけども、まあ、ミサイルの他にねあのレーザー光線で遠くからっていうのもあるけど やっぱりその戦闘機を行かせて、えー、爆弾落としたり戦車上陸させてねほんで街中ぶっ壊したりっていうのも必要じゃないですかまあ必要っていうか戦争自体やっちゃいけないんだけどさ、まあ、そういうのも必要になってくるよね本当に戦争やるならねそうしたらもう完全にロボットですよ、うん、二足歩行とかまあ足が車輪になってるものとかまああのそういう ものですねあとは戦闘機とか戦車なんていうのはもう人間乗ってないんですよね自動運転自動運転で AI でね自動運転させて、えー、自動で攻撃するとでまあ万が一墜落すとかね爆破させられてもまあ痛くもかゆくもないわけですよ人は死なないからね。まあ、そういうい時代が もう可能っていうかもうかも多分5年ぐらい前からそうなってんでしょうねアメリカとかねロシアのとか中国の戦闘機とか、えー、戦車には人が乗ってないんでしょうねもうね AI が乗っててねまあ本当にね恐ろしい時代が、まあ、来たなっていうのがこの AI とか量子コンピューターロボット関係ですねうんまあ量子コンピューターなくてももうすでになってるんで AI 人工知能とロボット でロボットがハードウェア的に、まあ、人間を超えるようになってきてまあまだこんな細かいね指先の細かいことはできないですけどまあでもだいぶできるようになってきましたね平気で歩,歩いてて雪で滑るような坂道とかも全然滑りながら登ったり降りたりしてましたから、はい、えあの YouTube 見るとねあと人工知能もかなりあのすごいところまで来ちゃってるのでねまあ 人工知能が、例えばファ,ファミリーレストラン行ってねメニューとか取りに来るのも人工、ね、二足足の,あのロボットだと思いますよもう来年ぐらいから来るんじゃないですかねそれであの食事持ってくるのもロボットになってくると思います思います完全にねもちろんそのコンビニなんかのレジなんかもレジもロボットですよ ペッパーくんじゃ何もできないけどさ、あの、もっといいのがアメリカにあるから、あとは商品の品出しとかね、ああいうのもロボットができ、もうできますからね、完全にね。ただ、値段がまだロボット高いから、まあ人間の方がいいんじゃないかって、アルバイトの方がね、安いよねってことだけど、まあ完全にもうできますよね、ロボット。まあ技術的にはもうできちゃってるんでね。だから、 まあ本当に頭の使わない簡単な作業、コンビニとかレストランとか、もちろん調理するのもロボットですしね、ラーメンの調理なんかも,もうできるんじゃないですかね、ロボットがね。完全にできるんですよね。ワンオペなんかはもう牛丼、吉野家の牛丼なんかもロボットなんでしょうね。まだ味気ないかもしれないけど、今のアルバイトたちも味気ないし、逆にトラブルばっかり起こすからね、お客と揉、まあ、め事起こすから。 ロボットは揉めごと起こさないと思いますから、多分ね。だから、今、いいんじゃねえかって話になると思いますよ。だから、単純労働。まあ、あとは、荷物の配達。黒猫ヤマトとか佐川なんかも自動運転で、あとはさ車とかトラックから荷物を取り出して、まあ、あの玄関先まで持っていくぐらい。ロボットが二足方向のロボットができますから。だから、まあ、そういう。 とところは全部ロボットと自動運転まあもちろん黒猫大和とか佐川急便っていうのは大手ですからまあもうすでに考えてるんでしょうね。あとはセコムとかアルソックなんかいうっていう警備警備保障関係ですね。ああいうあの警備員なんかっていうのはロボットの方がいいんじゃないですかね。やっぱり疲れちゃうからね。あとは駆けつけ警備なんかっていうのも。 えー、自動運転の自動車で,で出てくるのがロボットでほらロボットだとさなんかねナイフで刺されたりピストルで撃たれてもさ死なないからターミネーターだからでガッツンって猛烈な力で押さえつけるし逃げられてもね足がタイヤになってるから速いしさ追いかけてでガって捕まえてで自動でさプレプレプレブレって警察呼んでさで警察が来るまでガって。 すごい力でででさ押さ押えつけるることできるでしょう場合によってはその催眠ガスとかを自動でね口から発生したり、まあ、キュウキュウキュウキュって紐をね紐とかゴムとかをで押さえつけたりもできるじゃないですかそういう意味ではそのリアルのさ AI っていうのはまあいわゆるさ仮想ロボットでしょ仮想ロボット、まあ、情報ロボットですよねでほんロボット本当のロボットっていうのはリアルロボットでさこの世の世界の まあ、三次元ロボットですよね。まあ、本当に恐ろしいことになると思いますよ。ディズニーランド行っても、うん、まあ、ああいうところは人と人との触れ合いが大切だと思いますけど、ある程度その人の流れの制御とか、えー、ロボットがね、やっていくと思います。うん。まあ、そういうことでしょうかね。で、まあ、だから来年以降、まあ、ロボットはロボットでさ、あの、<laughs> リアルロボットのビジネス、うちも参入したいんだけど、どうすればいいかっていうコンサルティングも増えてくるんでしょうしね。まあ人工知能も含めてね。そういう意味でね、あの、まあ今回は15位でね、このシリーズは終わりにさせてもらいたいと思うんですが、あの、これをね、あの、やってね、一番ね、良かったのはね、自分自身なんですよね。うん、こうやって皆さんにあの発表して報告することによって、自分自身が一番 成長するし、あの気づきとか発見がありましたね。こう喋ってるうちに発見するんですよね。だからあの人と話すことは重要だし、あのこう会議やったり飲みながら話してるあうちにですね、自分自身がひらめくんですよね。で今回こう南部作が動画作らせていただく中で、かなりねたくさんのことがひらめいたし。 来年以降どういうコンサルティングとかビジネス内容にしていったらいいのかっていうのも、まあ、しゃべかなりしゃべりましたけどあの自分自身が、うん、分かりました。ということでねこの辺でね、はい、2017年の出来事から2018年を予想するの、えー、動画シリーズを終わらせていただきます。あ,あそうだあのさっきねあのマクちゃんラジオさんから質問があったんですけど席が多いから そろそろ医者に行って診てもらった方がいいよという <laughs> あのコメントがあったんですけど実はねあの動物アレルギーなんですよ僕知ってるでしょでまあ花粉アレルギーでもあるし動物アレルギーで、あのー、ほらあのうち3年前からうさぎ飼っ4年前かうさぎ飼ってるんですよね家の中でね <laughs> でうさぎ血液検査したらうさぎアレルギーで一時薬飲んでたんですけどまあ今だいぶ良くなったんですけどねまあ ウサギと別居しないといけないって医者から言われてんですよ。でこう <laughs> しょっちゅう咳してるんですけど、まウサギがいなくなったら咳しないよ。まあ、最初咳してなかったですよ僕も。でもこうやってねほんで息がハー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 するでしょう。気管がねぎゅってしまっちゃうんですよねアレルギーでね。だからちょっとねあの FX で FX で稼いだ金で自分専用の家が家を買おうかなとは思ってます。うん。 自分一人のね、まあ、別居になっちゃうからさ、問題あるかなと思ってるんですけどね、家族の中でね、なかなか踏み出せないですけどね。じゃあね、次の動画は、ちょっとその FX とかビットコイン FX のギャンブル依存性の、えー、危険性について、動画を作りたいと思います。どうも、なかなかありがとうございました。失礼いたします。